腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは2円の思惑、選択君主は曹操、第2回を始めさせていただきます。前回はイベントでかなり敵勢力をいじり、敵は大勢力、曹操は一都市からのスタートにしたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。おっと、また各氏が来てる感じかな。そしたら洛陽から曹操さん出しましょう。眼光で混乱、3000で十分かな。ここに進軍しましょう。皆の者、出陣だ。では進めていきましょう。演術のジョランは出てこないですね。うまくいった。いやいやいや、洛陽でおっと、眼光で李主が出てきたか。ちょっと李主出てきたの嫌だな。読んだか。ここ移動してここまで行きましょう。いいだろう。まずは各氏を倒すことを考えましょう。李主はね、眼光で柔らかいので多分函谷関だけでなんとかなるでしょう。で、あと洛陽から出撃で書こうと、奉仕で奮戦を持たせ、いや、各氏が落ちてからにしましょうかね、それは。さてさて、それでは函谷関の守りを見ていきましょう。絶え間なく攻められるとさすがの函谷関もやばいぞ。吉報です。沈黙が入っちゃいましたね。1700か。まずいな。洛陽の兵をちょっと輸送しましょう。参ろう。さてさて、それでは函谷関の守りを見ていきましょう。よし、兵は入れましたね。で、混乱入ったと。罵声は入ったのは別にいいですね。では函谷関の様子を見ていきましょう。これで各氏は落ちますね。達成いたしました。お、残者の件ですね。ただよし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 、まずは一体倒しましたね。で、あとは李主の後援、眼光だけなので、函谷関から出撃させましょう。加工園、奉仕戦、奉仕2000持っていけばいいかな。で、妙斎連戦で攻撃して退却しましょう。腕が鳴る。では曹操、中に函谷関入れましょう。では進めていきましょう。できれば李主も倒していきたい。できれば捕らえたいな。あー、豪華入ってしまった。おお、よし、取った。よしよし、これを狙ってたんだ。で、李主を撃破と。いやー、でもかなり減らされちゃいましたね、兵が。なんだ、加工園は函谷関の中に入れましょう。そしたら曹操軍はな、軍師の候補がたくさんいるからな。知力10の内政の増加、内政の全政策増加の、やっぱりここは純育さんかな。で、命令書増加やっていきましょう。あと配下部署の経験、こちらやっていきましょうかね。で、あと支援、支援で投石台とかいろいろ建てていきたい。あ、でも投石まだ建てられないか。これで文治部備支援3で、あ、これで投石も建てられますね。で、あとは機動輸送量増加かな。ダメだ、総コストが上回ってしまう。これにしときましょう。お任せください。さてさて、それで
名品を与えていきましょう。知力プラス10、老子を純育さん。これで知力100の軍師が誕生ですね。ありがとうございます。いや、早々に知力が100の軍師が誕生したな。これは幸先いいぞ。では全体画面でどういう風に、あージョナンの演術群が結構多いな。成功です。やったぞ。ジョナンの演術群結構多いですね。で、円も結構兵数いることになってんな。お、弦8個が5で挙兵ですね。ご褒美ここに。そしたらこちら陽敵だったよな。陽敵は施設がここ、もう一回見ていきましょう。建設上限が9なので9施設建てられますね。まずはここに投石台かな。で、他にもちょっと水耕いない？いるいるいる。閣下がいる。水耕で疾走持ちいいですね。で、ここに投石を立てるので、ここにも投石を立てていきましょう。出陣する、行くぞ。いいんじゃないか。ちょっとずつ立てていきましょう。で、函谷関の守備に対して回収の個性持ってる人いないかな。あ、いるいるいる。龍炎さんがいる。そしたら移動呼び寄せで龍炎さん巨所にいますね。ちょっとここ呼び寄せましょう。向かおう。で、函谷関にいる方々は楽より、直ちに向かおう。これはまずいことになってきたぞ。変に立ててるもんだから、お喜びください。たやすいことです。いや、この2000の兵失うのはきついな。こちらをご覧ください。くそー、せっかくどうこれは逃げましょ う, やるとしよう。くそー、せっかく投石台立てようとしてるのに邪魔してきましたね。では戻しましょう。無念。あ、でも投石台壊されてない。紅葉周辺に賊が出たと。では巨匠から出撃です。奉仕使える方々で。ダメだな、ろくな人がいない。ロショクと、あと学神と、ちょっと武力に長けてない方々ばっかりだな。まともなのガス、あのロシクぐらい、ロシクと本当学士の2人ぐらいですね。ちょっと攻撃仕掛けましょう。腕が鳴る。で、任命姿勢で水耕強化はもういいので魚鱗強化にしていきましょう。で、眼光から魚鱗にまた変えましょう。分かった。さてさて、それでは巨匠から出撃です。こんな賊軍と戦ってる暇なんかないんだけどな。おっと、函谷関に呂布たちが来てますね。そしたら曹操と眼光の加工園、この2人出しましょう。この2人は強いぞ。義武の京と妙斎連戦持たせて3000、あー2900しかいないか。まあ仕方がない。ここに配備、そしてここに配備と。これでいいでしょう。皆の者、出陣だ。では進めていきましょう。呂布たちを倒す時ですね。いいんじゃない。それでは函谷関の守りを見ていきましょう。
いや韓国艦本当に結構厳しいな。死者が到着しました。当然拒否です。まあ別に今のは良かったな。やってもよし、ギブの今日入った。ギブの今日入ったのはいいですね。よし撃破、漁夫も撃破、あとは董卓を撃破後退却ってとこですね。事後命令退却で董卓様と、で巨匠からこの奉仕2人出すか。で敵を抑え、ちょっと投石代を報酬しましょう。出番だな。いやー焦る必要ないか。円9000いるもんな。ちょっとここは力を蓄える時だ。少し焦るのはよそう。で昆陽を緩衝地帯として残すかどうかですね。でも昆陽もちょっと取っておきたいんだよな。でも巨匠は率が出てますね。これはまずいな。やっぱり巨匠動くべきじゃないな。陳竜からちょっと一戦でも入れよう。一戦でもいい。巨匠に入れましょう。まずは力を蓄えることですね。その上でも董卓さんを倒すところを見ていきましょう。はい撃破です。とりあえず韓国艦はこういう状況が続くかな。では序南方面の小競り合いを見ていきましょう。ほんと小競り合いだよな。お、学進隊に方向が変わったぞ。そしたらいっそのことこの3体で一気に倒しに行くか。これでいいでしょう。では進めていきましょう。4方だけだと負けたか。よし、ぶつかった。これは倒せますね。倒せるけど、雷博相手にはちょっと勝てないだろうから一旦戻りましょうかね。さてさて、それではジョランの小競り合いを見ていきましょう。はい、陳蘭撃破、捕らえることはできなかったか。でも逃げていきましょう。よし、ローマから統率プラス10、これはいいですね。で巨匠に逃げていくと、よし、巨匠1万まで増えましたね。そしたら満を持して宗神、加工と徐行たち、この3体で出しましょう。兵士一括3000で全員奉仕でいきましょう。チョーク直入、豪天豪気昇天、八門金差、これでいいでしょう。でまずはここを押さえ、ちょっと待てよ、宗神隊でここを押さえて補修、加工、まあ両方ともこの2体はここに建設、投石台だな。これでいいでしょう。腕が鳴る。これでいいでしょう。では進めていきましょう。まずは敵をね、防衛するためのね、設備を立てていきましょう。よしよし、炎章と親密まで来ましたね。炎章と争うわけにいかないからな今。こちらをご覧ください。陳竜はね、後方都市としてね活躍してもらいたいですからね。参ろう。心得ました。さてさて、それではこちらですね。陳蘭さんが
歩を奪ってきたので、この舞台で奪還しに参りましょう。まあ急戦の舞台が近寄れば、まあ逃げていくでしょう。ついでにこちら6施設建てられるので、ちょっとね設備を整えていきたいところですね。巨匠は中規模か。今現在陳竜も中規模、洛陽は小規模か。早く洛陽中規模、そして大規模に育て上げたいところですね。すぐ行けると思うんだけどな、歩の数も多いから。で韓国館の守りは龍炎が回収持ちだから、だいぶ回復してきましたね。円1万7000か、かなり兵がいるな。では進めていきましょう。円からは動いてないですね。巨匠に攻めかかる可能性もありましたけどね。よし、いいんじゃない？土塁立てていく。よし、土塁立ててきましたね。ご報告いたします。そしたら、この2体でここに建設、投石台立てましょう。で、加工塔もここに建設、投石台立てましょう。これで5施設。で、この辺りに、この辺りに、砦かなんか建てればベストかな。さてさて、それでは状況が整ってきたので、炎術とそして董卓が敵視の状態ですね。8万と11万ということで、炎術どうにかして炎術と董卓が戦っているところをかすめ取るような形にしたいですね。曹操軍はまだ3万6000しかいませんからね。まだ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 ですね。まだまだ他に攻め込むにはちょっと力が足りないですね。ここは巨匠を中心に守っていきたいとこですね。これは来ましたね。となってくると、こちら退却しつつ長領を倒しに行かないといけないですね。水庫を使える方、学神がいますね。平坦を切っていきましょう。ちょっと北から南から来るかな。進軍してみましょう。いざ行かん。では進めていきましょう。うまくちょっとここの1万4000を削りたいとこですね。いいですね。いいんじゃないか。何か？ではこちら後ろから平坦を切っていきましょう。承知した。でこちら3体長領たちに当たるためにここまで進軍しましょう。分かった。では進めていきましょう。敵用は取らせないよ。いいんじゃない。ローマにまた着きましたね。ぶつかっちゃったな。こちらをご覧ください。しまったな。いかがだったでしょうか。いくら曹操の武将が優秀とはいえ、まだまだ兵力が足りない中、防戦一方といった状況にございます。しかし知力プラス10の名品を手に入れ、曹操に知力100の軍師が獲得できたことは、これはかなりのアドバンテージになりそうな状況です。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。